やあみんな、フォルグアーマーって知ってるかい？飛行機に手足が生えたデザインが素敵な、ギガノス軍の空戦用メカなんだぜ。アニメでは、シュワルグとダウツェンが登場して、地味に活躍してたんだ。舞台が宇宙に戻ったら全く出番がなくなっちゃったんだけどね。エンジンがそれぞれ、1機と2機ついてるところから察すると、元ネタは F-16 と F-15 みたいだねー。そんなところが、地味な量産型好きのモデラーのツボにはまったらしくてねー。当時のドラグナーマニアの大好物なんだよね。シュワルグとは、機動性重視で開発された戦闘型のフォルグアーマーである。空飛ぶ戦車の異名で、連合軍の恐怖の対象だったんだぜ。流線型のフォルムが美しく、高速飛行時に折りたたまれる脚部がワシみたいでかっこいいんだよね。武器は、50mm ハンドレールガンとデュアルミサイル、30mm 機関砲を装備。ハードポイントもあるので、作戦に応じて各種追加装備を装備可能なんだよね。装甲が若干薄いのと、対地攻撃能力が低いのが弱点なんだけど、火力重視のダウツェンとのコンビネーションは、ドラグーンが登場するまでは無敵を誇ったものだよ。シュワルグの最大の見せ場は、アニメの21話だったんだよね。連合軍がフォルグアーマーの奪取作戦を立案したんだけど、ケインたちおバカ3人組がまたもや命令を無視、奪ったシュワルグで基地内を暴れ回ったんで、怒った基地司令の団員と戦闘になっちゃったんだよね。無人のシュワルグを盾にしたりして、辛くも団員を倒したんだけど、奪取するはずのメタルアーマーがなくなっちゃったんで、作戦は失敗しちゃったんだー。さてキットですが、当時の値段は500円でした。ドラグナーシリーズのキットの中でも、劇中のプロポーションの再現という意味では、一番優れているキットだったんだよねー。主役メカのドラグナーのプロポーションがしょぼかっただけに、出番の少ないシュワルグやダウツェンが、かなりの終作キットになったのは当時でも不思議だったものです。ガイドピンが少なめなんだけど、パーツの合いがいいんで、ストレスなく組めちゃう高キット。なんか吸い付くようにピタ、とパーツが合うんで気持ちがいいんだよね。あえて改造するとすれば、脚部のノズル付近のくぼんだところに、モールドを追加したプラ板を貼ったり、30mm 機関砲や、手の部分をディテールアップするくらいだねー。レールガンを厚くするのは、ドラグナーシリーズのキットでは基本工作だー。ゲームでは、意外にもかなり以前から登場していて、スーパーファミコンのバトルコマンダーで直にできるんだよね。スーパーロボット対戦では、ゲームキューブ版で直にできたものだよ。弱っちいけどね。